さあ、ついにこの日がやってまいりました。記念すべき第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝戦。決勝のカードは優勝候補のドイツとブラジルを連続で撃破したミラクルチーム、開催国アメリカと、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、そしてフランスと、あまたの強豪を撃破し、驚異の快進撃を続けてきた日本の対戦です。果たして、このジュニアユースの世界大会、その優勝の栄冠に輝くのは、どちらのチームになるでしょうか。ついにここまで来たんだ。3年前の全日本少年サッカー大会で彼らを見た時、私は日本サッカーを変えるのは、彼がブラジルに渡らずに日本に残ったのは、日本サッカーのためには良かったのかもしれん。翼という格好の目標ができ、打倒翼を目指して同じ世代の選手たちが燃え、自分たちのサッカー技術を磨いた。そして3年後、日向小次郎は翼に追いついた。他の選手たちも翼を中心に成長し続けた。翼もまたライバルに追われながら、日本にはもう戦う相手がいないほどに成長した。そのみんなに加え、ドイツとフランスに渡り修行を重ねた美咲と若林、彼らが合流した真の全日本ジュニアユース、彼らはついにここまで来たんだ。しかし、ここで満足しちゃいけない。このアメリカジュニアユースを倒してこそ、本当の道は開けるんだ。我々の夢、日本のワールドカップ優勝という大きな夢への道、その第一歩がこの大会に優勝してこそ踏み出せるんだ。片桐さん、あなたはロベルトさん。よかった、ぜひあなたに会いたかったんです。私に？はい、実は今日の試合について私からのアドバイスを翼に伝えてもらいたいのです。ロベルトさんが翼へ？わかりました、伺いましょう。ありがとうございます。今日の試合、俺のノートの52ページの項目を忘れるな。そう、翼に伝えてください。ノート52ページ目ですね。わかりました、すぐに伝えに行きます。よろしくお願いします。ロベルトさんは今日は観戦を？はい、 B ブロックの席で。では後ほど伺います。それでは。いやー、ついに決勝戦か。さすがに緊張するぜ。なあ、浦部。石崎、ビビって動けなくなるんじゃねえぞ。へっ、ビビったりなんかするかよ。俺様は大舞台に強いんだぜ。くそ、こいつの場合、あながち嘘でもないんだよな。翼くんなら一人で集中したいってピッチを見に行きましたけど。そうか。翼が一人になりたいなんて珍しいな。やっぱり翼も緊張してんのかね。今日の試合の勝敗は、俺がライアンを抑えて試合を支配できるかどうかにかかっている。ドイツの中盤、
そしてブラジルのカルロスを一人で抑え込んだライアンのテクニックは、もしかすると俺より上かもしれない。それに加えて、彼には相手のサッカーを見抜く頭脳と味方を完璧に操る指揮能力がある。昨日から何度もシミュレーションしてみたけれど、どうしても勝てるイメージが湧いてこない。こんなことは初めてだ。けれどやるしかないんだ。ここまで来て負けるわけには絶対にいかない。何が何でも勝つんだ。勝って優勝するんだ。翼。片桐さん、今日の試合ノートの52ページを忘れるな。え、翼くん、そろそろミーティングが始まるよ。うん、わかった。それじゃあ翼、頑張れよ。ノートの52ページさあ、翼くん。うん、ノートの52ページ。まさかロベルトが。よし、みんなミーティングを始める。今日のことは昨日話した通りだが、一通りおさらいしておこう。では頼む。ドイツ、そしてブラジルと立て続けに破ったアメリカの実力は紛れもなく本物だ。今大会屈指のパワーを誇るフォワードのブレイクと、ファイヤーショットをも止めるゴールキーパーのアズワン、プレマッチで戦った2人はもちろん要注意だけど、しては彼へのマークを厚くしてボールが渡らないようにすることだけど、厄介なことに彼はこちらの動きを的確に読んでくる。マークを逆に利用されるかもしれないし、それだけの統率力、周囲を使う力が彼にはある。となるとこの試合で大事なのは、いかにライアンの裏をかけるかってことですね。けどそれって一番得意なプレーで勝負できないってことにならないか。ああ、アメリカの選手はフィジカルが強いし、テクニックもないわけじゃない。不慣れなプレーで突破できるほど甘くないだろうな。それにもしかすると裏をかこうとしていることも読まれているかもしれませんし。けどよ、そんなこと言ってたら何もできないじゃねえか。けどそれができるならドイツもブラジルももうちょっとなんとかなったんじゃないのかな。しかしたった一人の選手をこうも恐れなきゃいけないのか。もうね、やっぱりここまで来たら絶対に勝って優勝したいですからね。翼くん、みんなちょっといいかな。おお、どうした。みんなに聞いてほしい言葉があるんだ。これはロベルトが俺に残してくれたノートに。翼、なぜサッカーはこんなにも楽しいんだろう。世界中で最も愛され親しまれているスポーツ、サッカー。俺が思うに、それは最も単純で最も自由なスポーツだからじゃないだろうか。グラウンドに立てば監督からのサインなど何もない。自分で考え、自分でプレイする。何にも縛られることなく、他の10人の仲間たちとただ一つのボールを目指し戦うスポーツ、サッカー。サッカーは自由だ。グラウンド中央、ボールを持ったらどうする。翼、何をしてもいいんだ。ドリブルしても、パスしても、シュートしても、何もしないで止まってたっていい。パスだって前にも横にも後ろにもどこだって OK。 それはドリブルだって一緒だ。翼、サッカーは自由だ。俺はそんなサッカーが大好きだ。だから翼にもサッカーをやり続けるならば
誰よりもサッカーのその楽しさを愛してほしい。へへ、ロベルトのやついいこと言うじゃねえか。ああ、さすがブラジル代表の10番をつけていた名選手の言葉だな。サッカーの楽しさを愛するか。俺はライアンのプレイを最初に見た時からずっと違和感があったんだけど、その正体が分からなかった。でも今この言葉を思い出してその正体が分かった気がする。え？ライアンのサッカーは効率的に勝つことを目的としたサッカーなんだ。相手選手のプレイを分析して癖をつかむ。相手チームの戦術を研究して隙を見つける。そしてその弱点だけを徹底して選手はそのための駒でしかない。ライアンのサッカーの根っこはこれだと思うんだ。うん、なるほど。今日は決勝戦、勝てば世界一。もちろん俺だって絶対に勝ちたいけれど、そのためにライアンと同じ考え方をしなくてもいいと思う。アメリカがデータと規律で勝負してくるなら、俺たちはその場その場で自分で考えて自由な発想で勝負しよう。こんな大舞台だからこそ、勝つことだけにこだわるんじゃなくて、もっともっと自分たちのしたいサッカーをして楽しんでいこう。翼、確かにさっきから僕たちはどうすれば勝てるかだけを考えすぎていた。そうだな、勝負はもちろん大事だけど、サッカーってのはそれだけじゃない。勝つことにこだわりながらも仲間とサッカーを楽しむ心を忘れない。そうだな翼、今年の夏俺はお前にそれを教わったよ。僕も翼くんの言う通りだと思う。みんなで力を合わせて楽しみながら戦おう。うっ、もう私から言うことは何もないな。みんな今まで培ってきたものを精一杯発揮してこい。そして思い切り大舞台を楽しんでくるんだ。はい。それじゃあエンジンを組むからみんなに掛け声を。気分が盛り上がってきやがったぜ。目いっぱい気合の入ったやつで来い。今日まで自分たちはチームのみんなで考えて話し合い、お互いを高め合って強くなってきました。アメリカの武器がデータだと言うなら、こっちは自分の頭で考えて自由な発想のプレイで相手の持っているデータを超えていこう。よし、行くぞみんな。アメリカに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合、ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。あ、今日は僕たちアメリカが優勝を成し遂げる日だ。日本はアメリカが控え中心で戦ったプレマッチの時よりも確かに強くはなっているけれど、それでもまだまだ僕たちに届くほどじゃない。恐れることは何もない。この試合で君たちがなすべき任務はすでに伝えてある通りだ。それを正確に実行してくれれば間違いなく勝てる。完璧な勝利、そして優勝で今大会におけるプロジェクトクラウンの総仕上げを派手に飾るぞ。本当にそううまくいくかね。アズワン、何か言ったかい？別に、ただ今日の試合
なんか嫌な予感がするってだけさ。アズワン、そんな非合理的なものを気に病むなんて、君はスクールで一体何を教わってきたんだ。なあライアン、予感ってやつはバカにならないんだぜ。ブレイク、君もか。一流のアスリートや勝負師にはチャンスやピンチを察知する能力がある。それはお前も知ってるだろ。ならばその予感とやらの根拠を僕に説明してみたまえ。その根拠に納得がいったら僕も考え方を改めようじゃないか。さあ。まったく、そんなくだらないもので僕の邪魔をしないでほしいな。僕のすることに間違いはない。今までもそうだったし、これからもそうだ。君たちはただ黙って僕についてくればいい。さあ。お前の言いたいことはなんとなくわかるぜ。プレマッチで戦った日本と今の日本は、やってるサッカーが根本的に違う。そんな感じがする。俺たちが実力で負けてるとは全く思わねえし、ライアンを信じてないわけでもねえんだが。ああ。さあ、始まります。第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝、日本対アメリカの一戦。超満員の場内はすでに試合前から興奮のるつぼと化しております。互いに強豪国を蹴散らして決勝の舞台まで上がってきた両国、まさに今一番勢いのあるチーム同士の対戦です。この試合の模様は世界中に中継配信されており、まさに世界のサッカーファンが注目しています。今日勝って世界の頂点に立つのは、フィールドの先制君主ライアン君率いる開催国アメリカか、はたまた日本が生んだサッカーの天才児大空翼君率いる全日本ジュニアユースか。一瞬たりとも目を離せない好ゲームが期待されます。世紀の一戦は間もなくキックオフです。さあ、どっちが勝つのかな。予想ではアメリカが断然有利だけどな。だが戦ってきた俺たちは知っている。日本には底知れない強さがあるんだ。おそらくどちらのチームも試合の最後の1秒まで気の抜けない試合になるだろうな。決勝戦、いつ迎えても気持ちいいものだ。だって明日に力を残すことなく全てをかけて戦えるんだ。でも今日の決勝戦はさらに特別な感じがする。だってジュニアユースの世界一が決まる。最高の舞台で最高の仲間たちとサッカーができるんだから。今日の決勝は今までの中でも一番楽しんで。さあ大空、君たち二人との勝負楽しみにしているよ。難しい話だね。君たちにベストを尽くさせないのが僕のサッカーなんだから。今日はよろしくライアン。
いい試合をしよう。いい試合？君たちと僕たちではいい試合は難しいんじゃないかな。それはこれまでの日本のデータからも明らかだ。断言しておこう、君たちが勝つことは 100% ない。先に準優勝おめでとうと言っておくよ。実力差に絶望して開き直ったのか？今のライアンとのやり取りで分かった。さっきの俺の推測は間違ってない。だから彼に見せてやろう。頭も体も目いっぱい使って好きなサッカーを楽しもう。ロベルト、バルバス監督、こんにちは。来ると思っていたよ。君の教え子の晴れの舞台なのだからな。バルバス監督はやはり翼をスカウト。ああ、今日の試合が終わったら正式に話をさせてもらおうと思っている。翼がアルゼンチンに来たらまた勝負ができる。そうしたら今度は借りを返してやるぜ。ジラが勝つと思います。まあ残念だがアメリカだろう。いくら日本に翼大空がいるとはいえ、今のアメリカには勝てない。あのライアンという選手、彼も翼と同様ただ者ではない。あまりスカウトしたいタイプではないがね。だったら、もし日本が勝ったなら、そのスカウトの話待ってくれませんか。え？俺が先にブラジルに、俺のチームにスカウトします。ロベルト。